どうも、ワドでーす。じゃあ、配信機材を紹介して、配信機材見たいっていう、まあ、リスナーさんがいたんで、まあ、配信機材紹介しようかな。まずですね、音が綺麗に取れるかどうかっていうところなんですけど、僕もともと音響をやってたんですよ。音響。ライブハウスで、こういうもっとでっかいやつの音響機材を使っていた人間だったので、まあ、もともと、こういうものに関しては、まあ、人よりも詳しい方だと思います。で、ぶっちゃけな話、これを買う必要はないです。パソコンの中に、ステレオミキサーって呼ばれてるもの。要は、これのソフトがあるんですね。こういう風に音量を上げる。ここのつまみで、マイクを拾う音量を決める。これで出力を決める。あと、これが BGM の大きさをここでいじることができて、ここのスイッチを押すとエコーがかかって、ここのスイッチを押すとエコーが切れる。あとは、ここループバック機能っていうのがあって、これ配信用のミキサーなんだけど、配信に特化してるんですね。だからまあ、音が綺麗にできると。まあ簡単に言うと、パソコンの中から音を引っ張ってきて、ここでミックスして、パソコンの方に返すと、配信の方に返すっていうことができる、ヤマハから出てる、パソコン専用の機材になります。でですね、メーカーとかも多分言った方がいいのかな。見てるかな？アンズさん見てる？多分ね、アンズさんが聞きたいって言ってたから、これアンズさんのために、ちょっと放送やってんだけど、アンズさん来るまで待とうか。あと、まあ、配信機材としては照明をこれ使ってますね。照明機材。これはうなちゃんマンリスペクトから来てるんですけど、まあ、やっぱ間接照明とか部屋綺麗にした方がいいぞ、ワドっていうことは前々から言われてたんで、僕は間接照明入れてますね。はい、ワド2。で、まあ、どういうやつかっていうと、こう、一発、二発、で、上もね、3発って、こう、配信、こう、3つつけて、で、ライトアップして、こう、綺麗に映してあげるっていう。だからまあ、画面で見てると、まあ、今明るいから蛍光灯だとこんな感じでしょ？だけど、こう、こういう風にいい感じにセットが組めると。多分、みんなが見てる映像っていうのはこういう感じで、俺があそこのソファーに座って、配信やってる感じだよね。はい、アンズさんいらっしゃい。じゃあ、アンズさんもう一回説明しますよ。今、照明機材、セットの組み方の説明をしてました。で、カメラの位置がここにあるんで、こっからこっち側を映してます、僕は。照明機材はあれ。ライトスタンドね。で、ここに背景を入れていて、要は、邪魔なものが見えないようにしてます。こっちがベッドだから、プライベートな空間だから、ここに仕切りを置くと。で、まあ、リスナーさんからいただいた観葉植物をここに飾ったり、まあ、ホイミスライムとか、リスナーさんからいただいたコーヒーメーカーとかを飾ってますね。あと、漫画が好きなんで、ここには漫画を一冊ずつこうディスプレイしてます。こういう風にね。こうすることによって、まあ、リスナーさんとコミュニケーション、あの漫画、俺も好きとか嫌いとかね。こういう風に、こう、配信のネタ作りをしてますね。で、まあ、問題の機材なんですけど、照明切りますか。はい。これがライトスタンド。1500円で買いました、僕は。これですね。はい、ワード2、こんばんは。はい。じゃあ、1から説明していきます。まずですね、配信するときのモニターはこれを使ってます。モニターはね、これでっかいやつね。かなりでかいモニターですね。これ3万円ぐらいしたのをリスナーさんからプレゼントしていただきました。で、キーボードもこれエヴァンゲリオンっぽいカラーですけど、これもプレゼントですね。で、こだわりはスピーカーかな？これかなりいいですよ。JBL っていうスピーカーなんだけど、ここにね、JBL2 発、入れてて、こういう風に立てることもできますね。こういう風に立てて、カタツムリみたいにもすることできるし、こうやって横置きでこう下の方に入れることもできるって。これかなり音いいです。これ6000円ぐらいですかね。これは自分で買いました。で、出力してるパソコンはあいつですね。レッツノート。はい。
これかなりでかいですね、モニターは。うん。で、音に、まあカメラはまあ定番って言われてる、1万7000円ぐらいかな、今。1万7000円ぐらいすると思うんだけど、こいつですね。ロジクールちゃんです。まあ、配信のね、する人は、カメラ何買ったらいいって言うと、大体このカメラをおすすめされると思います。これ映像がめちゃめちゃ綺麗に撮れるんで、映像にこだわりたいっていう人はぜひ、配信長く続けていくんなら、このロジクールの、一番高いやつ、ウェブカメラ。ロジクールっていうメーカーは、NASA とかで、小型カメラ採用されてるぐらい、結構優秀なんで、これ一個持っといた方がいいのかななんて思ってますね。で、まあ、あとヘッドホンもこれリスナーさんからいただいたやつで、オーディオテクニカっていう、プロ向けのいいヘッドホンをいただいてます。このヘッドホンで僕は、モニターって言うんだけど、音の帰りを聞いてますね。はい。で、これですね。肝心なのは。はい。アンズさん、聞いておりいらっしゃいますか？多分ね、これが気になってたんだと思うんだけれども、僕は、実はソフトウェアを導入してません。すべてですね、アナログ。要はちゃんとしたミキサー、オーディオインターフェース付きミキサーって言うんだけれども、これを使ってます。これはですね、ヤマハから出ている AG03 というミキサー、ステレオミキサーになります。ヤマハ AG03 で検索してみてください。まあね、多分ね、ここまでこだわって配信機材揃えてる人あんまりいないから、もしかしたらブログとか情報出てこないかもしれないんですけど、このヤマハ AG03 のは、簡単に言うとミキサーですね。して、よくさ、こういうつまみとかの映像とかがさ、ソフトウェアでパソコンに表示されるやつが出てるけど、要はこれを模倣して作ったソフトウェアなんですよ。これが、ちゃんとしたやつです。で、ぶっちゃけた話、こういうつまみとかはいらないです。パソコンには。だから、パソコンに、そういうソフトを入れたら、こういうことはできます。簡単に言うと、音を下げるとか、マイクの音量、入力を上げる。BGM の音量を変える。うん。モニターって言ってヘッドホンの音量を変える。スピーカーにつないでたらスピーカーの音量を変える。で、ギターとかキーボードにつないでたらここ。で、俺がエフェクター使ってる時はここのスイッチを押すとエフェクターかかる。ここをスイッチを置くとエコーが切れる。まあ、こういうのとかね。まあ、ギターとか楽器にもつなげますよって。で、これのすごいところは、これなんで売れてるかっていうと、2PC って書いてあるけれども、PC の中で鳴ってる音をこの中に入れて、この中でミックスをしてアウトプットすることができるんですよ。つまり、このヤマハの AG03 は、配信用に特化して作ったミキサーなんです。これ世界初ですね。まあ、PC 用のステレオミキサーとかあるんだけど、ループバック機能って言って、パソコンの中で YouTube で聞いてる音とか、配信で流れてる音をこっち側に入れて、自分の声の音、音量と、そのパソコンの中で、これパソコンのマークでしょ。パソコンの中で鳴ってる音をミックスして出力できるんですよ。うん。あ、僕、業者じゃないですよ。はい。レビューしてるだけです。だから、音がかなり綺麗なんです。で、さっきも言ったけど、これを買わなくても、これ、だいたい Amazon で1万5千円ぐらいなんだけど、これ買わなくてもパソコンの中でそれはできます。ソフトを入れたらできる。そう。外部ツールいらない。だけど、無料のソフトでこれできるから、ぶっちゃけた話。ぶっちゃけた話、1万5千円かける必要ないです。じゃあ、なんでワードをこれ買ったのっていう話になってくると思うんですよ。別に、パソコンの無料のソフトウェアでできるんだったら、これいらないじゃんって話になりません？多分、これ聞いてる人、ワード言ってること矛盾してるじゃんっていう風な人もいると思うんだけど、僕がこれを買った理由は、一つあるんですよ。そうそう、初音ミクモデルっていうのも出てます。ニコニコ動画の初音ミクと、初音ミクの絵が描いてあるモデルも出てますよ。値段変わらないです。実はですね、ステレオミキサーの機能プラスオーディオインターフェースというのが入ってるんです。オーディオインターフェース。これどういうことかっていうと、これがない場合、マイクっていうのをパソコンにつなげます。で、皆さんちょっと耳を澄ませてよく聞いてください。聞こえる？
フィーンってファンの音鳴ってるの聞こえる？今パソコンに近づけたんだけど、聞こえたら手挙げて。フィーンって音鳴ってる？鳴ってます？鳴ってたら手挙げてください。パソコンの細かいノイズの音が聞こえたはずなんですけど、これは絶対にノイズ入っちゃうんですよ。なんでかっていうと、本来パソコンっていうのはパソコンの中でいろんなプログラムが作動してるし、フィンが回るわけです。ファンが回るわけですよ。だから中の音がぐちゃぐちゃになっちゃうの。もともと録音用に設計されてる機械じゃないのよ。だけどこれのすごいところっていうのは、ここで録音をしてるの。ここでオーディオインターフェース、つまり音に関する脳みそはここに入ってるんですよ。これをパソコンから外部に話すことによって、クリアな音っていうのが聞こえるようになります。 OK。 だからオーディオインターフェースっていう機能とミキサーっていう機能が揃って、なんとお値段 16,800 円。ありがとうございます。はい、だいたいまあ15,000-16,000円で買うことができるんで、もし配信機材でラジオ配信、音にこだわりたいっていう人は、まあ購入してみてください。じゃあ今から、今携帯電話で配信してるんですけれども、実際にこの方で、この、パソコンの方で放送してみたいと思いますので、もしよかったら音質どれくらい違うのか、聞きに来てください。それでは皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。すぐ1分後に枠取るので、今度こっち側で配信してみるので、音質の違い聞きたい人はフォローしてください。お疲れ様です。はい、いらっしゃい。エミさんいらっしゃい。バドツです。どうですか？アンズさんいるかな？来てるかな？はい、バドツ、楽しんでてください。多分ね、さっき携帯電話で聞いてたと思うんだけど、おい、桜子いらっしゃい。ノイズ減ったでしょ？全然違うでしょ。あと、マイクの声も、さっき喋ってた音と、全然違うはずなんだよ。要は、ここまでノイズをカットしたりとか、声の質とかにこだわりたい人は、導入するのがいいのかなっていうふうに思いますね。これくらいその音にこだわった配信がやりたいっていう。映像もかなり綺麗だと思いますよ。はい、ワインありがとうございます。全然違うでしょ？さっきと。で、例えば、声を作り込みたいとか、音を作り込みたいと思ったら、あ。例えば、こういうこともできますね。例えばその尖った音って言うんだけれども、今ハイトーンの音をかなり出してるんですよ。わかりますか？こういう風に声がだいぶ変わってるのわかりますか？皆さん。聞こえる？こういう風に、こもった音っていうのかな、下の音っていうんだけど、丸みのある音とか、いろいろ作ることができます。まあ、ハイトーンの声を聞き取りやすい音が、これがいいんじゃないかなっていう風なのとかも、わかるでしょ？こういうのも、いじることができます。細かい設定ですね。そう。だから、映画館みたいな声とかも、全米が泣いた、最悪、史上最悪の、映画みたいな、こういうよくラジオ番組とか、中森明菜もできるね。中森明菜もできるね、うん、はい、私病院待ちの時間に見てます。はい、ありがとうございます。さっきの機材とどう違うのか、もう一回簡単に教えてください。そうすると配信を切らないといけないのでダメですね。っていうのも、聞こえるかな、聞こえる？さっき放送でやってたのは単純です。iPhone で放送してたんです。だから、iPhone で放送するとさっきの放送で、俺が使ってる機材を使うとこうなるよ。例えば、どんなことができるかっていうと、あんたたち行くわよ。っていう、こういううなちゃんと同じ遊びができるんです。うん。ボタン一つで。まあ、配信好きだったら、まあお金かけてもいいのかなとは思うけど、うん、だからまあもっともっとこだわるんだったら、ボタンを押したらピンポーンとか鳴ったりとかさ、うん、いろんなことができますよ。自分でも自分の声が聞こえるんですか？その通りです。実はみんなと同じ音をここで聞いてます。僕はリアルタイムで、そう、これがすごいところで、
あの、まあ、ステレオミキサー、パソコンにソフト入れても同じことはできるんだけれども、みんなが聞いてる音をここで聞いてるの。だから、自分の声、みんなに聞こえてる声がどんな声なのかっていうのを聞きながら調整しながらできるんですよ。今のはステミキのエフェクトだよ。やってみようか。ここを押すと、ここにエフェクトってボタンがあるんですよ。ここを押します。お前らよ、なあ。バカはバカだね。なあ、ミルケ、おい、部長、ごらんごらん、ごらんごらん。遅れて聞こえないです。リアルタイムで聞こえます。このボタンを押すと、こういうエコーがかかって、まあ、エコーの幅も調整できるんだけど、これを押すと切れるっていう。まあ、そういうことですね。で、ここを、っていう、この声の音量。これは出力です。これは入力。だから入力と出力。マイクのバランスを調整する。で、さらに言うと、ここについてるのは、さっき紹介したループバック機能って言うんだけど、これが、あの、パソコンのから流れてる音の、このつまみを切ると、音楽切れたでしょ。音楽切れ。ノートパソコン1台いないとダメなの。パソコンが1台あれば問題ないです。ここで今パソコン上で音流してるんですよ。この何でしょうっていう曲を聞いてるのよ。で、パソコンで聞いてる音っていうのを、このつまみをこうやってやると、音でかくなるでしょ。ほら。これをバランスよくすると。で、ここにモニターっていうのがあるけど、ヘッドホンのマーク出てるけど、これで俺は自分の音量聞いてるの。これをゼロにすると俺は聞こえなくなる。みんなには聞こえてるけど、俺は聞こえてない。まあ、ボイスチェンジャーっていうのがどういうものなのかっていうのを説明しないといけないんだけど、ボイスチェンジャーっていうよりも、こういうエフェクターっていうんだけど、これは、これが音の周波数なんですよ。音の周波数。で、まずエフェクターじゃなくてコンプレッサーっていうのをつけます。これがコンプレッサーって言って、あの、厳密に言うと、これを擬似的に作ってるだけですよ。例えばその、周波数の高い音だけ出したいなと思ったら、こういう尖った音っていうのかな。カリカリした音って俺は言ってるんだけど、こういう風に、音の周波数、こっち側の音を聞くとこういう風になるとか、こういう細かいところをやるっていうのが、あの、周波数っていうのかな。そう、ボイスチェンジャーの原理なんですよ。それを男っぽい声、女っぽい声っていうのをやる。さらにそのエフェクターの種類をかけるっていう。こういうので加工をするっていう感じかな。うん。だから俺はボイスチェンジャーとかは特に必要ないから使ってない。うん。そう。こういう音作りだね。音作りをやってるっていう感じですよね。はい。以上です。萌え声とか声質変える機材はないの？それはね、また別機材だね。あの、ボーカルのボイスエフェクターだから、今のはイコライザーって言うんだけど、コンプレッサーかけた後にイコライザーって言って周波数帯を変えてる。だそういう機能は、まあ、あの、ボーカル用エフェクターを買わないとダメだね。ステレオミキサーついてるんじゃなくて、違う。Z さん、ステレオミキサーじゃなくて、これがミキサーなのよ。ステレオミキサーが内部にあるんだったらこれいらないじゃん。ステレオミキサーっていうのはこれをソフトウェアに模倣したものをステレオミキサーっていうの。これ自体がミキサーなのよ。これをパクって作ったパソコンのソフトウェアのことをステミキって言います。だからステミキは必要ない。ミキサーがあるから。スマホ専用のはあるの？これスマホでも別に使えますけど、でもスマホでこれをやるっていうのは、ちょっとあんまり意味がないかなと思ってるかな。これは1万5000円ですね。大体。うん。配信やって、その声の質にこだわりたい人は買うべきだと思ってるけど、俺は。まあ、だいぶ、配信機材にはだいぶ金かけてるし、こだわってる方だと思いますよ。うなちゃんマンよりもいい機材使ってるからね、ミキサーに関しては。うなちゃんマンが確か、マイクとステレオミキサー、要はうなちゃんのはオーディオインターフェースなんだけど、その二つで5、6千円って言ってたから、それよりもいい機材使ってる。できるよ。あんたたち行くわよ。KP。ね。
全く同じでしょ。うん、できるできる。はい、田中さんいらっしゃい。ヌーボーありがとう、ボゾレ。捨てミキあるんだけど、ヤマハの買おうかな。うん、もしこだわりたいんだったら、まあいいと思うよ。うん、ただ、その代わり、マイクも買わないとダメだよ。マイクはついてないから。うん、マイクも買わないと意味がない。だから揃えるもんいろいろあるね。うん。揃えていかないといけないものが。浅井さんにもミキサーのことを教えてあげて、ね、絶対無理だね。浅井さんは機械音痴だから。マイクは、例えば端子がどういう風になってるのかによっても違うよ。マイクは俺はね、ピンマイク使ってます。これ可愛いでしょ。大きさ可愛いでしょ。ピンマイク。これソニー。これソニーでダイレクトマイクなんだけど、こういう服とかにくっつけて、こういう、俺はネックレスにつけてるんだけど、ここで音が拾える。だからノイズが少なくなるのね。もっと、こういう風に向けるとさらに音が良くなるはずなの。マイクっていうのは単一方向性って言って、向いてる方向によって音が変わるんだよ。全然変わるでしょ。だから、俺はここにこうつけて、テレビと同じような感じで、ピンマイク使ってる。これは2000円ぐらい、マイクは。ただ、本当にいいマイク使うんだったら、最低12000円ぐらいは用意した方がいいかな。アミさん、バーガーありがとう。アイテムありがとう。そんな感じかな。うん。ただまあ、マイクよりも、オーディオインターフェースに金かけた方が、まあ、音は良くなるかな。うん、もう、こっから先は、もう、金かけても素人さんではわからないレベル。もう、音楽やってる人とか、耳がかなり超えてる人とかじゃないと、わかんないレベルに入ってくると思う。サソリンさんって人もすごい機材だよね。ああ、わかんないわ。ゴッパチとか使ってるのかと思った。ね、本当は、俺はゴッパチじゃなくて、オーディックスとか、アーカーゲーとか使いたいんですよ。今考えてるのは、アーカーゲーのバスドラム用のマイクをボーカルマイクに使おうかなと思ってる。低音を拾いたいから。シュアのゴッパチのベータとかだと、音の抜けが良すぎるから、俺キーキーした声だから、耳が痛くなるんだよ、みんなの。聞き取りやすいっちゃ安いんだけど、尖りすぎてるから、耳障りになりやすいっていうか。ダイナミックマイクをミキサーに直接いいんですか？あ、いいですよ。この機材だったら、コンデンサーマイクも使える。っていうか、コンデンサーマイクはミキサー使わないとダメだから。電源確保しないといけないから。だからパソコン用、PC 用コンデンサーマイクとか使ってるのはにわかだよね。あと、もっと恥ずかしいことを教えてあげようか。よくさ、普通のダイナミックマイクにブレスガードって言って、ここにカバーつけてるバカいるでしょ。いない？ダイナミックマイクって言って、ダイナミックマイクないかな？いない？普通のカラオケマイクみたいなやつに、ここに録音用のブレスガードみたいなのつけてる配信者見たことない？あれ、にわかですよ。いらないです。あれはコンデンサーマイクに使うものなの。あれは全く意味ない。なんでかっていうと、ダイナミックマイクっていうのはあれが内蔵してるのよ。だからただ音がこもるだけなの。だから香川さんはにわか。あれは見せるために知識がなくて、音を悪くしてる行為なの。うん。だから香川さんは、音響に関して言ったらにわか。USB マイクはそのミキサーにはさせないんですよね。ですね、させないですね。簡単に言うと音響機材用なので、スピコンっていう端子と、あと僕はこっち側に挿してますね。簡単に言うと、ヘッドセット用の挿してるの。ヘッドホンとマイクの小さい端子に直接挿してるね。だから iPhone とかに挿せる、プラグ、ミニプラグか、ヘッドホンの太いプラグか、スピコンじゃねえか、なんだっけ。これなんて言うんだか忘れちゃったけど、楽器用のやつに使えます、はい。USB セットマイクは買っても意味ない。USB セットマイクはあくまでパソコン用に使ってるやつなんだよ。うん、そう。ワドンさん正解です。僕は音楽関係ですからわかります。結構詳しい人多いよね。うん、まあ簡単に言うともう配信オタクだよね。うん。なんか俺からするとステレオミキサーでどうやってるやつとか見ても、なんかパソコン系の人ってなっちゃうの。音響にこだわりたかったの。なんかまあかなり満足してるかな。ヘッドホンもね、プロ用のオーディオテクニカだし、配信機材でここまで金かけてるやつ見たことないよね。PC とミキサーへの接続はどんなケーブルですか？はい。ですね。
この白い USB です。USB とこの後ろに、USB がもう内蔵されてるんですよ。だから、USB がパソコンの方に挿せれば問題ないです。USB1 本で繋がってます。電源も USB から取ってくるんで、配線もすごいスマートですね。要は、1本ケツから出てるだけで繋がっちゃいます。電源すらいらないです。パソコンから勝手に電源供給してくれます。僕は建築系なんでわかりません。まあ簡単に言うと、まあ他のところより和道の放送なんか音いいよねっていうのだけ伝わればいいかな。聞き取りやすいよねとか、なんか、音でこういう技ができるよねっていう。機械音痴な人でも全然使えるとは思うよ。ただまあ、普通、別に、なんだろう。普通に配信をやる部分、やる上では別にここまでこだわる必要はないと思ってる。なんか、金かけすぎ。趣味の幅が、もう、なんつうんだろう。金かけすぎだから。もっと金かけてる人だと、なんつうの、映像用のこういうミキサーもあるのね。実は。映像用もあるの。それはね、だいたいね、40-50万するね。すごいリスナーさんを考えた環境なんですよね。違う違う。俺が、映像、ほら、将来映画撮りたいって思ってる人間だから、今のうちに投資してるんですよ。映画のために投資をしてるだけ。3000円のサウンドブラストより全然いい。まあ、そりゃそうだよね。でも本当はラックでパソコン組もうと思ってんだよね。イコライザーとか全部アナログで組んで。もう本当にバカじゃないのっていうぐらい金かけたいよね。金持ちになったら多分パソコン自作 PC でラックタイプにして、で音楽機材ラックで詰め込んで、その、こうゴロ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 って弾いて、本格的なスタジオみたいにしたい。もともと映像結構やってるんで、音響は久々やってる感じですね、音作りは。映像用ミキサーは簡単に言うとどんなものですか？今は組んでないんだけど、ニコ生の時は俺ね、ここに和道の異常なゼミナールって、テレビ番組みたいに映像を入れたりとか、ここにキャラクターを入れたりしてたんだよ。ツイッターとか出たり、ツイッターフォローお願いしますとか、ここにアニメキャラクターが動いてたりとか、そういうことができますね。それもまあ、パソコンの中にソフト入れたらできるんだけど。アンズさんありがとう。お役に立つて嬉しいです。じゃあ DM 返さないで OK だよね。ここで全部答えたから。もしよかったら YouTube に、今回の録画も、全部 YouTube のチャンネルに動画、録画残しておくんで、もう一回見たいなっていう人は YouTube チャンネル登録してください。YouTube のチャンネル登録は下に URL が貼ってあります。でもね、機械音痴って言っても触ってればね、使いこなせてくるよ。アンズさんは YouTube の番組から来てくれたんだって。ステレオミキサーを検索したら和道の動画が出てきて、わざわざ来てくれたらしいよ、この放送に。すごいよね。YouTube からさ、外部からさ、興味ある人が遊びに来てくれる時代だよ。すごくない？考えられないよね、一昔前だったら。ねえ。フワッチで使うなら映像用ミキサーはどれがおすすめですか？映像用ミキサーっていうのじゃなくてね、仮想カメラデバイスっていうのがあるんだけど、俺は実はね、カメラと直結してやってるんで、まだ試してないです。ニコ生だと、ニコ生ライブエンコーダー。で、Mac だとね、カムツイストっていうソフトを使ってたんだけど、実は Windows 俺苦手なんですよ。だから Windows のカメラのソフト今ね、探してて、X スクリプトとかメニカムとか、いろいろあるんだけど、ちょっとまだ選定、お金、どれ買おうか迷ってますね。映像もかなり劇的に変わると思うよ。ただまあ、今配信してる上ではキャプチャーとか必要ないから、ふわっちってミラー配信禁止だから、まあまあ、これでいいかなとか思ってて。今のところ、ゆっくりゆっくりで構わないかなと思ってる。これからは一般の人でもかなり映像を作れそうですね。これこれも結構 YouTube 最近凝ってる。あ、そうなんだ。俺も結構バリバリ YouTube やってたんだけどね。アカウント消しちゃったから作り込んだ動画は今残ってないね。YouTube の視聴回数確認してみて OK です。
YouTube の視聴回数。おー !2 万件超えました。ありがとうございます、皆さん。すごいね、作ってまだ間もない YouTube のアカウントなんですけど、皆さんが2796回再生してくれてます。ありがとうございます。まあ、とりあえず1万再生は超えてるんで、次は10万再生、あと5倍の再生目指して頑張ります。ありがとう。みんな見てくれてんだね。動画にね、コメントもできるから、ぜひ、YouTube 動画見たら一言感想などをね、コメント打ってください。見終わった後は。質問とかもそこでできるから。いいね、いいね。面白いじゃないか。今日何やろうかな。全然考えてねえや。あ、のんたんからメール来てる。はい、ピカチュウさんいらっしゃい。ワドンさんこれからも応援します。ありがとう。いや、マジでね、本当にね、配信で食っていけるよ。ありがとうございます。匿名希望さん、ありがとう。スクワットします。ありがとう。ありがとう。っていうか、太ももマジで太くなってきたな。このままだと力士みたいな太ももになるぜ。ありがとね。ありがとうございます。いやー。今日だけでもう2500円ぐらい稼いだんでしょう。っていうかさ、最近、っていうかマジでやばくて、マジで稼げるんだけど。ふわっちマジでいいんだけど。りんたろうさん初コメありがとうございます。PC から配信で音楽流したいなら、AG30 買うのって無駄がね。パソコン、要は配信に音楽を流したいだけだったら無料でできます。そうじゃなくて、もう本格的な音作りをしたいと。綺麗な音でノイズがなくて、もう本格的、例えばギターを弾きながらラジオをするとか、もうできるんですよ、これ。楽器と連動もできるの。だから、もし、音もパーフェクトな状態にしたいって思うんだったら投資する価値はある。ただ、お金かけるのはちょっとなって思ってる。要は普通の他の配信者と同じようなことができるのであればいいっていうのであれば無料でできます。あのね、俺はね、花火一回してもらったら5回スクワットするっていうルールなの。だからカニっていうアイテムは1500円入るから3倍だよね。15回スクワットするっていう。そう。なぜか知んないけど、なんか勝手にローカルルールでそういうことやってますね。これから旅でも、そう。まあ旅配信の時はさすがに機材が多すぎるから、家配信の時だけだけどね、音こだわるのは。だからまあ音楽流したいだけだったら無駄金とは思わないけどね。仮想捨て向き失敗したから買わないとダメっぽいです、情弱。おー、ありがとうございます。 Z さんありがとう、ありがとうございます。15回行きます。1回、15回連続きついぞ。2回、3回、また大丈夫。4回、5回、こっから6回、7回、カニありがとう。みんな Z さんにパチパチ。9回、パチパチしてください。10回、 Z さんありがとう。11回、12回、13回、でもだんだんいける。よし、15回、ありがとうございます。まだいける、まだ20回ぐらいは余裕。うん。最近1日100回は当たり前になってきたからね。うん。仮想捨て引きを失敗したっていうのは、ちょっとパソコンと配信の勉強しないと。ありがとうございます。一回、あのね、まだ、勉強が必要かもしれない、配信の。二回。機材買ったとしてもどうしてもぶつかる問題だから、今のうちにね、配信機材の勉強しておいた方がいいと思うよ。俺も最初の1年は、もうほんと、ウィキ見たりとか、
配信サイトばっかり見てた。4回きつい。5回。6回。7回。ありがとう。8回。9回。10回。11回。12回。13回。14回。15回。ありがとうございます、Z さん。勉強しておいて損はないと思う。どういう仕組みでなってるんだろうっていう。無料、5000円以下、1万円以上、段階がある。はっきり言うと、俺ミキサーに関しては前、職場で使ってた。ライブハウスやってた。Z さんありがとうね。ハートもありがとう。いや、楽しかったですよ。Z さんありがとう。悪ノリ大事でしょう。ぶっちゃけた話言うと、10万円以上からプロの機材。ぶっちゃけて言うと、パソコン系は全部おもちゃ。ただ、ヤマハがこれは配信に特化するために作ってるから、かなりいい。配信だけの音作りだったらかなりいいですよ。で、本当にラジオっぽい音作るんだったら、もう、桁が違う。全部おもちゃ。本当の音楽機材なんか、オーディオインターフェースだけで3万円。こんな小さい箱。イコライザー、音を調整するやつだけで3万円。もう、金がいくらあっても足んない。俺だって個人で持ってたこれ、30万ぐらいするやつだったもん。プライベートで持ってたやつで30万。で、ライブハウスとかで使うの200万とかのやつだから。AG03 いけてたように見えたけど、おもちゃなんですか。もう本当のレコーディングスタジオとかからするとおもちゃ。ただおもちゃの中で結構上のランクって感じかな。だから、要は配信っていう環境が、結局ここでいくらいい音を作ったとしても、電波に乗せるわけじゃん。電波じゃねえや。インターネット回線があるから、回線速度で制限がかかるから、いくらいい音を作ったとしてもみんなのところに届かないのよ。そういう問題があるね。だから、MP3 の音を聞いた後、YouTube の音を聞いた後、シングル CD 聞いてごらん。すっごい音がいいから。それくらい差が違う。DVD とブルーレイぐらい違う。ただ、みんなが求めてるところって画質じゃないし、音の良さじゃないじゃん。だったら面白い配信作った方がいいじゃん。金かかんないし。ね、みんなが盛り上がるコンテンツ作る。だから、まあ、機材はいいことに越したことはないけど、機材がメインじゃないよって。機材に金かけたところで人気が出るわけじゃないからねっていうところは忘れないでほしい。配信は。俺はあくまで将来映画撮りたいっていう目標があるから機材に金かけてるだけだから。最初の頃なんかパソコン1台でやってたし、カメラなんかもっと悪いやつだったよ。だから金かけたらいいってわけでもない。よいしょ。おお、あと500円で7万円いく。あと500円で7万いくわ。ええー、やばくない？ 18 日間で700万じゃねえよ。7万円は結構良くない？いいね、いいね。頑張ろう。今日の目標はあと500円。花火一発上がったらもう、結構いい感じだね。月末までに15万いくんじゃねえのこれ。下手したら。なんか行きそうな気がしてきたな。本当にいいわ、ふわっち。よいしょ。今日何配信やろうかな。まだ迷ってるんだよね。今日、明日、明日っていう風に休みだから。のんたんと遊び行こうかな。のんたんもうすぐ来るはずだから。デイリーランキングとかもね、結構上位に上がってきたもんね、最近。ありがとう、Z さん。Z さんありがとう。7万円たった今達成しました。ありがとうございます。一回、
2回、3回、やった !4 回、7万円達成あと8万あと8万で夢が叶うよ頑張ろうあと8万だからね、もう折り返し地点来たからね。やったぜありがとうございます。そして現在7万ちょうどと。みんな的には今日どんな配信見たいとかある？みんな的にはよかった。いや超ありがとう Z さんありがとう。いやみんなのおかげでねどん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 夢が叶っていくかんね。うん、Z さんお金持ち本当だね。金のビールさんコメントありがとう。楽しんでって。もし面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。いやありがてえ。いやありがてえわ本当に。今まで支えてくれてた人も、いや、ワドをずっと応援しててよかったわっていう風にね、なるといいよ、ほんと。昨日の続き？あ、昨日の続き全然やってもいいよ。全然やるやる。うん。じゃあちょっと一旦休憩するわ、俺。風呂入ったりとか、配信の企画練ったりするから、この30秒で終わりにします。また後で会いましょう。お疲れ様。風呂入ったりいろいろ準備します。今日配信は必ずやるんで。見に来てください。お疲れ様でーす。ありがとうございました、皆さん。ありがとう。おつでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。